私は背が高い。173センチあるからヒールなんか履いちゃったら男の子の隣を歩くのが申し訳なくなってしまう。これですらっとさえしてれば黒髪伸ばしてタイトジーンズに足ねじ込んでボアみたいになりたかったけど別に私はスラッとはしていない。とはいえ太ってもないから私は背が高いのにパッと見目立たない。そうだな。リトルグリーモンスターって一人も顔覚えてないでしょ私はそれと同じ。 私がリトルグリーモンスターにいても歌うまでバレないと思う。でも私はリトルグリーモンスターじゃない。26歳、彼氏もいない独身 OL。っていうか、私は歌うのが嫌いだ。高校生の時、男女数人でカラオケに行った。その時私が愛子の花火を歌ったら、自分で自分の明るさを制御できてない。 先生に反抗的な態度を取ることで周りを笑わせるという一辺倒な個性だけで一軍にいる極戦のモブキャラみたいな男に、お前マジで夏の星座ぶら下がれそうだなって言われた。周りはみんな笑ってたけど、私は本当に極戦のモブキャラに腹が立ったし、同時にあんなに好きだった愛子の曲は私用じゃなかったことに気づいてしまった。愛子が机に向かって歌詞を考えている時の女の子の像は、 173センチもないんだ。そりゃそうだ。アイコが152センチしかないんだから。神代植物公園を歩きながらそんなことを思い出した。傷つく前に気づくべきだったんだよ。だって私、少し背の高いあなたの耳にお猫寄せたとか言われても、ピンとこないもん。アイコの比喩のカブトムシ、絶対ヘラクレスオオカブトじゃないもんな。 アイコの比喩のカブトムシは日本のカブトムシだ。日本のカブトムシが寄ってくる木なんかクヌギくらいしかないじゃん。クヌギって樹脂発酵したらすごい臭いんだから。アイコの恋人はきっと一周がするんだ。だんだんアイコに腹が立ってきたな。私の20センチ下の世界にはあんなに綺麗な言葉が溢れてるのか。ちょっと上まで持ってきてよアイコ。 考えてみれば、私は背の高い女の子に向けた歌を聴いたことがない。もしかしてみんな背が低いんじゃないかと思って調べてみたら、やっぱりそうで。椎名林檎の167が大きいとされていた。歌舞伎町の女王よりでかいのか、私。私と同じ身長の女性シンガーを探したら、マライア・キャリーしかいなかった。ほら、マライア・キャリーって愛子聞かなそうじゃない そういうことなのよ。だからマライアは自分で歌うしかなかったんだと思う。本当お疲れ。気持ちわかるよマライア。本当にアイコが無理になってきて、とりあえずジーパンを捨てた。袖がオレンジの T シャツも捨てた。こうなったら、私はアイコの対局の女になってやるんだと思って髪伸ばしてスカート履いて、大人の女になってやった。 テトラポットも登らない。宇宙に靴なんか飛ばさないブーツ履く。コンバースのスニーカー想定で靴飛ばすとか言いやがって。ブーツの女がテトラポットなんか登れるかっつーの。こうして私は身の回りのアイコっぽいものをすべて捨てた。冬は全然大丈夫だったんだけど、夏になってすごい困っている。アイコ冬何着てるんだマジで。 世間が憧れる恋愛を私はできないのかな私は愛子の恋愛観に憧れてるんじゃない。慎重に憧れてるんだ。ハサミを選ぶ左利きの気持ちがよくわかる。両方同じ穴の大きさのハサミみたいなラブソングがこの世にはない。両方同じ穴の大きさのハサミ考えた人、音楽始めないかなラブソング歌わないか。 両方同じ穴の大きさのハサミを考えた人は左利きなのかな右利きだとしたらすごいな。左利きの人のためを思って自分が別に使うわけでもないハサミ作ったんだもん。アイコも見習ってほしい。アイコは右利きだったからきっと左利きのためにハサミの穴を同じ大きさにするなんて発想ないに決まってる。だって背の低いラブソングしか歌わないんだから。 愛子が左利きで背が高かったとしたら大きな穴のハサミが出てくるラブソングを歌ってあっやばい隠れなきゃ高橋くんだなんで高橋くんが神大植物公園に植物好きなのかな第四室のサボテン越しに見えた高橋くんはとても優しい目をしていて。 誰も見向きもしない花でも高橋くんは見ているように見えた声をかけてみる勇気はない会社でも見てるだけすれ違っただけで声はかけられなかった曖昧なお辞ぎでもされたらどんどん愛子に近づいていっちゃうから急いで逃げた愛子の対局も楽じゃない今見つかったらまたあたふたしちゃってどうせ上手に話せないバレないように帰ろうと思って振り返ったら 高橋くんがいたえあどうも <laughs> うんまあたまにあそうなんだそうだよね私弁慶中より大きいもんねああうんこれうん柱サボテンっていうのは総称でこれは弁慶中っていうのこれはでも小さいから大きいのだとほら あそこのもだだけど10メートル超えるんだようん1年で5センチくらい伸びるからあいや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 小さい頃からよくお父さんに連れてきてもらってたからまあ小さい頃って言っても大きかったんだけど余計な話をしてしまったサボテンに詳しいでかい女なんて高橋君が好きになるわけない私なんて弁慶中だ 高橋くんが近くにいるだけで全然落ち着けない。触れてしまったら心臓止まるかもって本気で考えてたまるか私は愛子の対局なんだ。これ以上ボロが出る前に。えいや、特に何もないけど、いいのうん、嫌とかじゃなくて。全然私なんてちょっと詳しいくらいだから。うん。ああ、まだ。 うん行こう高橋くんとそばを食べることになった弁慶中から飛び出した私の頭のおかげだろうか高橋くんはバラ園が好きでたまに来ているらしい甘い匂いに誘われて私よりよっぽどカブトムシじゃんそうか私がクヌギになればいいのかそう考えたら少しだけ 愛子のことが好きになった私の前で高橋くんがそばをすすっているこの光景を私は生涯忘れることはないでしょう。